さあ、それでは続きをやっていこうと思います。今回もアグラモデルズさんからキットを提供していただいてもらっておりますコルベットスティングレイですね。こちらをやっていこうと思います。スケールは1/8、かなり大きい感じになっております。で、今回はですねパック3ということでそちらをやっていこうと思います。まだ始まったばかりですね。で、ステージ16はフロントシャーシの取り付けというふうになっておりますので、そちらをやっていこうと思います。中身はこんな感じですね。はい、でだフロントシャーシ、まあ部品がこのようになっていて細かい部品も入っておりますのでなくさないように気をつけていきましょう。こちらはいつものごとくダイキャストでできておりますのでかなり丈夫いい感じにできているのではないかと思います。で、早速ですが細かい部品なんですけど、こちらですね LR とちゃんと書いてありますので R 右ですね、こちらをこう見ての、どこかにつけるよとちょっと待ってごめんなさいね、こう見てこうか、いや違う、あこうです、こうか、こうつける感じになってるのかな。何回落とすだ、ちょっとね分かんないな。こう見てここの足がついてるんですよね。足の部分を下にしてこうか、ああ全然なんか思ったやり方と違った、こっち向きか、こうか、あなるほど、ちゃんと入った、これでいいのかな、うん合ってる感じ、これでいいですね。でここ AM のネジで止めますよと、よし、ちょっと難しかった、もう難しいって言ってもですね、あのアグラモデルズさんのキット関係は拡大して見ることがねできるんで非常にやりや見やすい説明書が、こんな感じかな。市販されているドライバーもいいですけど、アグラモデルズさんから付属されているドライバーの方がね取り付けやすい、あのドライバーがよく効く、しっかり奥まで刺してグッとひねってあげるとしっかり何だろう食いついてくっついてくれるんでね、最初やっぱり100均とかそういったもので揃えておくと、まあそれもねありなんですけど、一応何かある時のために揃えておいてはいいですけど、まあ100均ぐらいのねレベルですね、そうめちゃくちゃさ高級なあのドライバーセットとかドライバーとかね買わずとも100均で、まあ、最悪こう下手った時に消耗品として使えるぐらいの気持ちの方がいいですね、まあ、と言いつつもやっぱりアグラモデルさんの方からあの付属されているドライバーっていう方が一番なんかこうしっくりきて、なんか最後のこうグッと締めたりとかするのがしっかりできるかなって思います。こんな感じですね、ちょっと見にくいかもしれません、これこういう感じでついております。よし次で、こちらこの小さなこちらのパーツですねがついてきますので、これをのまず短い方を、これもねちょっと形が独特で、ここにぼっちがこう出てるんでね、上にこうこういう見てもらうと分かると思うんですけど、ここにぼっちが出てるじゃないですか、これをこういう風に見て、この下がちょっとここ太めになってますね。でこう見てこれのまず短い方を上につけて長い方を横につけるような感じですね。2本通ってますね、まあ特に2本っていうのも長い方のブレーキ2をバイパスに取り付けます。これをだから
こういうこと？こんな感じですかね。につけて、これを、ひっくり返しての、これで、いや違うね、あ、ひっくり返しちゃダメだ、これですね、これにこうつけると、ちょっと押し込みます。押し込んだけどちょっと緩いんだけど、これでいいのかな。そしたらこれがこっち側にこう長く、これは短いのがこう来るようなイメージですね。ちょっとこれすぐすっぽ抜けちゃうんだけど、まあとりあえず一回このままにして、ポロポロ落ちるようでしたら接着剤で留めるようにしましょう。うん、そうしたら終わりですね。終わりですね。うん、これ今説明書 PDF で見ると、あ、やっぱ抜けちゃうのまずいんじゃないかな。ちょっともう少しこのままでいこう。とりあえずね、とりあえず。後々やっぱり止めるっていうふうに言うかもしれない。一旦このまま。で、次17ですね。の準備しますんで、一旦止めます。はい、17でございます。今度はですね、ロアコントローラーアームというところですね。こちらをやっていこうと思います。中身はこんな感じ。細かいのも含めて結構入っておりますので。細かいのが入っている分ね、袋に残していかないようにね、気をつけて。で、そうしましたら、まあ、こちらもそうですね。ねえ、取れた。こう見る。これも、こう見る感じですね。で、これを、ここにまたぐような感じで、こちらのパーツをつけますよと。これは2個入ってるんですが、2個とも同じ形状ですね。こちらをこういうような感じでつけて、FM のネジで止めますよと。これはネジ頭が少し小さいので、小さいドライバーを使ってつけていこう。これをよっと、よっと、ちょっとネジ頭、ちょっとこれやっぱりちっちゃいな、こっちだな。あ、ちっちゃいな、大きいな。こっちの小さい方のドライバーの方がしっくりくるな。まあ、こういうでも小さいドライバーやるときにですね、滑らせて手刺したりだとかするとね、結構ひどい怪我をすると思うんで気をつけましょう。しっかり奥まで入れ込みながら、差し込みながら締めると、まあ、そういったね、事故は防げると思うんですけど、締め込むことができると思うんですけど、ちょっとこう気を抜くとバチッとこう緩いの。これいつのネジがもうダメになる、頭がダメになってきたかな。やっぱりね、この頭って徐々にねダメになってくるんですよ。特にこうね、一回でも滑らせたりすると欠けるというかね、あってやらかすことがあるんで、ちょっと緩いの。これ本当にこの FM のネジでいいのかな。 FM だよな、なんかネジが長い気がするんだよな。ああ、ちゃんと止まった。入れ方が悪かっただけですね、自分の。オッケーオッケー。ちょっと手がプルプルしちゃう。ちょっとじゃないね、結構。他にも小さいマイナスドライバーがあるんで、それで使ってみようかな。今までで結構付属してきたマイナスドライバーとかはね、取っといてあるんですよ。
そうすると、まあ、なんでそういう時にはね、まあ、皆さんもね、その何台も何台も作ってるっていう方はいらっしゃらないと思うんで、そういった場合はやっぱりそのさっき言ったみたいに100均のやつで合わせてみたりだとかねしてみると、あの合うやつがあるかもしれない。だけどやっぱり先端がに磁力が帯びてて、こうねくっつくっていうタイプのネジの方が絶対的にいいですね。やっぱり小さいネジとかをこう支えながら入れるっていうのは非常にっていうほどね大変なんで、場合によってはこうね、こういった指がまだ入るところはいいけど奥まったところとかのネジを締めろっていう風になった時にはまあ辛いっていう時がね多々あるので、やっぱりこういうねネジで締めてどんどん作っていくっていうシリーズのものめっちゃ効くな。これ今すげえ奥まで入ってた。だからあいつあのネジがもうちょっとネジじゃないドライバーがもうネジ頭がダメになってきたかな。ネジ頭プラスドライバーの頭がめっちゃ効く。手がプルプルしてるけど、このドライバーはこのドライバーで付属していたやつなんだけど、ちょっとおしゃれだよね。先端がちょっとこうなんだろう、ブロンズのような感じになってる色味が。でこうね触ってみてカタカタしないかっていうのを確認してから締めたのを OK としていかないと、後で合わないとかねそういったことになったりするので気をつけましょう。でコントローラーも左右に裏返してシリンダーを中央の穴に、これをひっくり返してこれですね、こちらをここにドーンと。でこれも FM のネジで止めるよと。だからここと、さっきもう一個あったあったここですね、入れて FM のネジで止めるよと。でさっき言ったその磁力を帯びている帯びてないっていうやつ、もし帯びていないやつでもホームセンターとかそういったところに行ったりすると自家させるためのものっていうねなんかあるんですよ、小道具が。そういうのもね買ってみてもいいかなと思う。こう結構ね効きはいいんだけど、あとマグネットちょっとこう磁力がついてた方がいいなみたいなのとかね、メーカー一応とトネから出てたりするんですよ。昔はどうも100均であったみたいなこと言うんですけど、最近もうそういうの見かけなくて、100均もさなんか あるけどそれがなくなっちゃった、まあ、絶版品だとかそういうのもあったりするんで今はもう取り扱ってませんみたいなね。で100均で昔あったみたいなんですけど、自分もそれは欲しいと思った時にはもうなくなってたもの で結局トネで出てるっていうのが分かったから欲しいなとか思ったんですけど、まあ結構値段するのはやっぱりトネって言ったらさね、一流ブランドというか一流メーカーじゃないですか。だからそういうのを考えるとちょっとね値がいくらとかそんな1000円もするとかそんなんじゃないけどね、5から7ぐらいだったと思うんですよね。500円から700円ぐらいの間ぐらい、まあ800円、まあ1000円はしないっす絶対に。でしかもそれだと着地もできれば脱地もできるんですよね。なんでピンセットとかが磁力を帯びてきちゃってつまんで離したいのに磁力がついてるからさ持ってきちゃうっていうようなさ、ね、そういうこともあると思うんですけれど、それで磁力を抜くというふうに使うこともできるんで、まあ、2パターンのね使い方、まあ、結構あるんですよ。着地させるものっていうのもね欲しいんですけど、逆に脱地するものっていうのも欲しいんですよね。結構製造業やってる方だったりすると会社にねその脱地機っていうのがねあったりするんですけど、まあそれはめっちゃ本気のやつなんでそんなねマジなやつじゃなくてもいいんですけど、そういう手軽なねやつもあるんで、まあ、自分も実家に行けばそういうね脱地のものあるんでね、それ使おうかなとも思うんですけど、まあちょっとねめんどくさい、めんどくさいか出た、めんどくさいんで、これが LR ってこれ書いてるんですね。これこっちか、こう向きにこうつけてこれをひっくり返す、これが L、 これもひっくり返してこうつくよという感じですね。でここも、ネジの KM のネジで止めるよというふうになっております。こちらですね、着地脱地あるんですよ。そう逆にそのね逆にじゃないや脱地測定器とかね、磁力を帯びててはいけませんっていう商品とかあったりするんですよ。製品とかあったりすると、あこれちょっとネジ頭がでかいで今度大きく使う、
そういうね、脱磁磁気を帯びてるかどうか、どのぐらい帯びているかっていうのがね、あの測る装置もあったりなんかしてね、ああまだ残ってるなと思ったらそれで脱磁してみたいな。まあ着磁させることはよっぽどね、製造業では、まあ、自分はねそういう経験は逆にないんで、脱磁させるっていうことはあったんですけど、まあそういう脱磁させるものも世の中には存在しております。測定するものもあって、そういうのの基準っていうのもねあったりするんですよね。何が薄いかみたいなさ、合ってるよなこの向きでね、合ってる合ってる。これもちょっと場所が悪いから最悪手に刺していきゃーってなったりとかねするかもしれない、気をつけましょうねって言ってるけど、割と素直にグイグイ入っていく。よっこいしょ、OK、硬い。ここは硬い方がいいのか柔らかい方がいいのかわからない。でもこうやってついてこうやって動くとか、そんなんなんだろうなと思うんだけど、しまった、今全然カメラ見てなかった。なんかカメラから外れてたら申し訳ないな。結構ね気をつけてはいるんですけど、割と夢中になるっていうか、真剣にやってるとねカメラを無視しちゃうんですよね。ここで作業してる、あ結構下の方だね、もうちょっと前の方でやらないとね。カメラの向きをもう少し起こせばいいのか。こう見て逆だね、これをこっち向きす、あれこれ間違えた、あ合ってる合ってる、これこっち向きで、これは こっち向きこう、うん、ちょっとここ欠けてるんですよ、こういうふうに。だからここね避けてつくことができると。あれでででででで、ちょっとこう最初にね軽く入ったなと思ったらここでやめておいてあげて、で先にこっちを入れると。なんか素直な子だ、オッケー、こんな感じ。ほいほい、やっぱりこういうノスタルジックな車は完成が楽しみだな。好物だからね。よし、オッケー、できた。はい、そしたら前回作ったこちらですね。やっぱりちょっとこいつな、どうにかしんとかんかもしんないな。あとで接着剤で留めておきます。こちらこう見てですね、ここにこれそうですね、切り欠きがあるんで、それに合わせてこうつけるよと。んでそれをこう入れて、で DM のネジで留めるよと。DM これか、こうやって取り出すにはね磁力がある方がねいいんですけどね。だいたいいつも2個か3個で取れてくるんで、1個で取れるってことはよっぽどないかな。じゃあですね、切り欠きがあるんでね、共に回ってしまうっていうことはある程度奥までいけばないので、痛い痛い痛い、でも痛い、でも痛い。ある程度いったらもうこうガッツリ締めてやろう。シリンダーロットだそうです。まあそうだよな、大体こういうものの名前はシリンダーロットだよな。あでもここにサスペンションが来るってことはリアルにシリンダーヘッドなんだ、シリンダーロットなんだ。シリンダーね、シリンダーだから。結構ねあれなんですよ、こう物に名前をつけるのって難しくて、共通になっちゃったりする場合もあったりするから、まあ、そのためにね結構サイズ、シリンダーロッド長さがいくつか、150だとか200だとか300だとかさ、そういうような感じで、まあ、そんな小さくはないけどね、そういうふうにネーミングをつけるのかな。そうするとああ3、ね、300だから前か後ろかとかさ、そういうのとかあれだなみたいな、だいたいこうどうしても共通になってきてしまう名前とかね、名前だって無限にあるようでないんで、手がプルプルする、ちょっと疲れ始めたな。そんなに力いるのって、まあ、結構いるよ。
正直ね、そのぐらい頑丈に完成するから、ちょっとね疲れてきた手が、ちょっとなんか頭が合わねえなこれ。もっと奥までこっちの方でやってみるか。あ、パチンっていったらダメだ、他のドライバーいっぱい持ってるんですよ。ぶっちゃけほとんどアゴラモデルさんのやつ。あ、これダメだ、あ、まあ、パチンっていった。まだあるのかって感じだよね。まだあります、いっぱいあります。はいはいはい、やっぱちょっともうネジの頭、ネジない、さっき言ったプラスのドライバーの頭がちょっとだいぶいかん、いかだい、あ、だいぶいかれてんな。ちょっと鍋さんの頭と一緒だな。よいしょ。勝って。ちょっとダメだ。これネジ山がダメになってきちゃった。そう、あのね、ダメなネジ山、ネジ、ドライバーの頭のやつを無理に入れようとしていくと、お互いにね、ダメになっていっちゃうんで、それはね、もう素直にやめた方がいいですね。で、挙句の果てにはね、抜けないっていう、滑っちゃって。っていうこともあるんですよ。まあ取り方っていうのがあるんですけど、まあちょっと特殊なやり方なんで、あんまり言わないんですけど、あの結構ね、本当にやべえっていう時とかね、あったりするんですね。舐めちゃうってやつだよね。頭舐めちゃって、もうダメだっつって。舐めてねえしって。そっちじゃない。そう、なんかね、いろんなこと、そういう言葉もなんかいろんな言い方かってよくわかんないんだよ。ほら、奥まで入った。やっぱりちょっとね、こう舐めてたんだね。これね、見るとわかるんですけどね、結構ね、もうあんまりやってるんで、ガツって滑っちゃったりするとね、こうネジ山がこうだいぶなくなってきちゃったりするんですね。これもう無理に使わない方がいいです。特にね、こうやって毎度毎度予備に一個ずつ入ってるんで、もう素直にダメだこれとか思ったら、もう素直に変えた方がね、いいです。変な事故も作らずに、あ、起きずに済む。で、このバネですね。中に入れて、でさっきの方ですね、 L の方、 L の印があるやつ、これをこう見ての、あ、ここね、これをこう入れて、だからちょっとこいつ自体を少し斜めにこう、ちょっとこれ後にしようか。先に左からやっていく。ここに入れて、これをここに止めると。こういう感じですね。で、こう動くよという感じですね。で、これを、これも DM のネジで止めるよと。で、もしそういうことが立て続けに起きてしまって、ネジがね、ダメになってきちゃったみたいな風になる場合は、今まででもやっぱりここまでね、たどり着くのにネジだいぶ余ってると思うんですよ。だからそれを考えて、今まで使ってたネジもちょっとね、取っとくんですよね、こいつ自体が完成するまで。ちゃんと特にこういうね、札が残った状態でね。そうすると、ああ、DM 確かまだ一個ずつ余ってるから、まあここまでにたどり着く頃には相当余ってるとかね、あるはずなしなんで、まあ今ちょっとね、ここ画面にはないんですけれど、右の方にね、いっぱい余ってるんですよ、今までのが。一個ずつね、どうしても残るんで。たまにね、ちょっとね、おまけでたくさん入ってる時もあるんですよ。それも一応ちゃんと取っておけば、完成するまで道のりが長くて管理は大変かもしれないですけど、ちょっとトラブった時にやっぱりね、助かるんですよね。あ、確かあったあったとか思って、特に、まあ、今回の場合、DM っていうネジなんかね、まあまあたくさん使うんですよ。そうだからね、取っといた方がいいですよ。そしてちょっと私、手が疲れ始めた。ちょっとね、最近手をよく使う作業が多くてって、お前プラモデル作ってるんだからそれは多いだろうとか思うんですけど、特にね、多くて、仕事でも遊びでも、まあ全部遊びだけど、だから、いや、ちょっとね、手が疲れてる。手というか腕というか、ちょっとね、あと最近あまりにも寝不足すぎてやべえ。今日ソファーで猫たちと寝とったわ。猫が俺の頭の髪の毛をなんかパシパシ掴もうと頑張っとった。なぜ？と思いながら。一応ね、ちょっとここ手でパチンと、
合わせてみて、それからこう動くかだけ確認してから、それからこのネジをねしっかり奥まで入れていきましょう。入らないと。なぜ入らない？穴があった。あったあった。入った入った。手応えがあった。である程度締めて、そしたらもう一箇所ですね。あーすげえ、なんかメカメカしくなってきましたね。重いよ。もうほとんど、ほとんど、本当にほとんどがあの金属、まあアルミダイキャストだと思うんですけど、でできてるんで、アゴラモデルズさんのいいとこだね。ほとんどのパーツがダイキャストなんで、荷重がかかるとかさ、結構大事なポイントになるところっていうのはほとんどが金属パーツでできてるんで丈夫いんですよね。まあおかげでこうやってね、手が痛いって言って締める時になるんですけど、もうこんなね手の痛さなんて破損のこととか、後々バランスが崩れておかしいとかいうことを考えると、こっちの方がはるかにいい。組み立てるの大変な方が、あ、手が痛い。ちょっとやっぱね疲れてんな、力が入らん。まあ年だね。あーいいね。でもね、このさ、丈夫さっていうのがこう動かした時に絶対壊れないっていうのが伝わってくるから、いいんだよこの感じがね。これはね作ってみるとねよくわかるっすよ。うわすげえなーって思う。頑丈だって壊れることよっぽどないだろうなーっていうふうに思う。やっぱり今まででもう組んでてひっくり返したりとか繰り返したりするとね、うわすげえ丈夫いなーっていうのをね痛感する。なんか多いわーって。で、前回作ったこちらですね。こちらをこう向きに見ての、こう向きに見てのこれどっちだろうか、こう向きかな。でこれをここにこうつけたりするのかな。これどっちでもいいんだろうけどな、多分。そうだね。あ、メガネ当たっちゃった、ごめんなさい。あ、またメガネ当たった。こういう向きで、ここでこれを CM のネジで止めるよと。手が痛い。これをこう見てのこう見、こう見てのこうしてここにほらっつって入れる。ちょっとこう入れづらいけど、とりあえず軽く入れておいて、で反対側もちょっと入れておいて、よし、ここから本気で入れる。ちょっとねこいつがあるから入れづらいんですよ。結構入れ、あ、この向きから入れればいいのかな。言うほどだな、そんなに難しい話じゃない。ギュッと、うん、疲れたっていうな、うん、これでまたガタガタしないか。ちょっとねこういうところ、あ、絶対ガタガタする。あ、違う、ガタガタはここのあれだ。ちょっとクリアランスでガタガタ言うの。ここちゃんとくっついてるよな、こういう向きでやって、うん、ついてると思う。ちょっともう一回だけグッと締めとくか。なんかやっぱりこういうのってさ、不安になるの。ガタガタしてると後でなんか自然に緩んできちゃったとかね。よし、ほっ、あ、痛い、手痛い、ほっ、よし、 OK。 あ、いいね、 OK、 こんな感じですかね。で、そしたら今度反対側ですね。前回ちょっと作ったこちらですね。こちらもつけていくよと。これも CM のネジ、こちらですね。同じようにやるんだけど、タイヤがついてない分、いや関係ないな、つけづらいのは一緒だな。よいしょ。ああ、飛んでかなくてよかった。これをだから間違えないようにこう向きにして、ここにこっちだね、こっち向きにつけていくよと。こうですね。
ですね。黙っちゃった。喋りすぎなんだよ。やっぱりこう無言で作業するのもなかなか寂しくて、寂しいだけの話。寂しくて。たまにでもね、あれなんですよ、一人でこうやって作業やってるけど、ジアンドカーズのメンバーが遊びに来てくれたりするんでね、嬉しいですね。家近い人もねいるんでね、本当に頑張れば歩いて、まあ歩いていける、まあ歩いてこれるかぐらい本当に近い。信号1個で来る人とかね、中にいたりするんで、まあ実るんだけど、よし OK でしょ。やっと言いながらもやっぱりちょっと心配になって、もう一回増し締めを、さすがに回らんか。よし OKOKOK できた、できた。でそしたら合体ですね。これを今のこう向きに見てのここに、これがこうのこう潜らせるのね。こうやって潜らせてのとりあえずは入れてのこうネジで止めるでしょ。そしたらこれがここにこう、こういう感じ。うわうまく収まった。うわめちゃすごい。じゃあだけどさ、さっきのあのさ線の問題、あこれが全然余裕だね。ね接着するとか言って言っとったやつで、それができる LM のネジで止めるよと。 LM これか、この個人的に結構嫌いなこのネジ、この傘の形したね、これ苦手なんだ。たまにぶっちぎっちゃうときがある、なぜか。あーうるさいのが来た。夜中に来るなやん。よいしょよいしょよいしょ、ほらしょ。これもしっかり奥まで締めて、だけどまあ多分動くね仕様にはなっている。あじゃあこれが限界か。限界だな。こんな感じ。うるさいちゃん。結構撮影の時迷惑なんだよな。で、こうしたら今度 CM のネジで止めるよと。こことここですね。ああやってなるとさ、たまに視聴者さんに言われるんだよ、田舎の象徴って。まあ田舎だけどね、こっちはここは。はいはいはい、よいはあ、手痛い。よいしょ。よいしょ、OK。よいしょ、OK。できた。こんな感じ。うわ、もうすげえなんか、重厚感というか、なんていうか、すげえな、これ。ああ、すごいわ。で、これで、終わりですね。17が。こんな感じになります。で、さっき言ってた、これですね。はまた別でつけておきますので、次はですね、ステージ18の準備しますので、一旦カメラ止めます。はい、それでは今度は18、右フロントタイヤというところですね。こちらをやっていこうと思います。まあ、こちらもね前回やったのと同じパターンになりますので、今回は飛ばさせてもらいます。
はい、それでは19ですね。今度はこちらをやっていこうと思います。18はこんな感じでね、ちゃんとできました。前回ちょっと学んだんでね、これはつけずにおります。で、19なんですけれど、19はアンチロールバー、右フロントタイヤ他となっておりますので、そちらをやっていきましょう。まあ前回もね、ちょっと似たようなところもありますが、まあちょっと見極めながら進めていくかな。よし。で、まずアンチロールバー、これですね。今思えばピンセットがないじゃん。ピンセット。こちらをですね、ちょっと向き、こういううねっとした形をしておりますので、これをあんまり間違えないようにつけていこう。こっち側からこう見てですね、こう見てのこのように、このうねり感、逆だね、こっちだね、いや違う、こっちだね、こういう向きでつけるよと。こうですね。で、ここにネジの立てるようなところが立っている入れる込むところがあるので、そこにこれで固定していくよと。ここですね。で、これを DM のネジで止めよう。 DM 多いね。メインで使われるネジ2個取り出せた。あ、飛んでた。こっちからやる。あ、まあいい、こっちで。こうですね。こっち乗せて。ピッピッピッと。ここも。ピッピッと。よし。で、反対側も同じようにとりあえずはつけておこう。今、アンチロールバーが、ちょっとね、ブラ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 しちゃってるんで、うまく固定してから、これを、こうですね。外からなんか規制が聞こえるな。よいしょ。外から規制が聞こえるね。ギュッとね、締めてね。よっと。ほいほい。まあ、この時点でこのキャップもさ、傷がつくからあんまりつけない方がいいのかもしれないね。本当に一番最後の最後にキュッと締めてあげる方が、なんかこのままやっていくとなんか事故ってこう傷をつけてしまいそうな気もしないでもない。手が痛い。よく考えたらちょっと筋肉痛な感じだな、腕がね。ちょっとね、無理なことをやってたので、ちょっと昨日あたりも。よいしょ、キーできましたと。そうしたら、この今アンチロールバーをここにつけるよという感じですね。へえ。これを DP のネジ。これを
こういう感じですね。なかなかだな。つけれるのかな、これ。グッと締め付けて、こうやってつけんと。つけない、つかない。ああ、そうでもないか。まあ、これは樹脂パーツだから割と動くからね。ああ、危ない。グッとつけて。反対側も行こう。こっち側ですね。ああ。うん、問題ない。OK。ギュッと。こんな感じね。ついた。で、そうしましたら、ちょっとここはね、かぶっちゃうところではありますけれど、前回と少し似たところ、まあ、ここはパパッとやってしまうんで、まずこう見てですね、L の1、あ、じゃあ R の1なんで、これをこっち側に。ボンと、これもボンとこのようにつけて、ドラム、そうか、この時代はドラムなんだな。え、マジで言っとる。そしたらこれを刺さってる、これの見てのこれを外してここにつける。グッと。そしたらちょっと忘れかけてる。これをこう見てのこう向きに入れて、これもまた DM のネジで止めて、こうですね。全然カタカタしてる。ちょっとこの線が邪魔なんだよな。折ってしまわないかとか、外してしまわないかとか、余計な心配をする。おいりゃおいりゃ、うわ、なんか虫が入ってきたっぽいな。耳元でかかな。あ、よいしょ、しっかりくっついた。どうしたらこれを締まっていくよと。この向きに、この下は下、ここから通しておいての、こいつを上から入れちまうと。こんな感じですね。そしたら、まず上、ここが JM のネジですね。こちら1個しかない。LM のネジ違うんですね。 LM のネジ、これで、
求める。線が邪魔。いや全然奥まで入ってない。勝った。なんでこんな硬いのかな。あ、これが限界なのか。動くからね。よし、 OK。 でそうしたら、いてててて、指が絡まった。タイヤを持ってきて、これを、こうか、こうして、でここに DM の、また DM 大好き、 DM のネジで、止めますよと。ちょっと、によっ、よっと、カタカタしない、OK。そしたら、ね、やっぱりはめなくてよかった、ここ。ここに入れて、CM のネジを用意しておいて、いや、来たね、だいぶ形になった。形になってきたね。あって、この今ピンセットが手に刺さってた、痛かった。よよよよ、これ何、何その黒いの。痛い。あ、効いてる。よし、できた。でそうしたら、ここのキャップをするんだけど、傷がつくかもしれないのでやめておいて、こっち側もちょっと外しておきましょう。なんかそのうち俺やらかす気がするんだよね。せっかくこうさ、ね、コルベットのマークも入ってるんだからさ、あの傷をつけたくないというかね、最後まで、最後の最後にこうなんかやらかしても嫌だから。でそうしたら、今抜いたこの線をこっからこう通して、これをここに戻しますよと。こうしてこうですね、ここにグッと戻しておいてあげて、うん、まだこいつは戻さないんだ。で、あ、そこでここのテープを使うよという感じですね。ちょっとこれやりづら、このテープをですね使って、今のブレーキのホースを、きれいに、これをですね、ここにこうさ、ちょっと線があるの、線、あ、じゃあ線じゃない、溝があるから、この溝に合わせてこうやって入れておいてあげてっつって書いてるから、溝にはまるようにこうして、ここでその溝に合わせてテープで止めてあげる。こんな感じかね。こう溝があるの分かるかな、この今溝にこう通してね、こうやって止めてある。そしたらこういって、この下のよっ、あれ、こうして
この穴を避けてみたいな感じになってるから、穴を避けるようにこんな感じですかね。綺麗にやったって。でここをこうまた引きますんだけど、ここは別にネジも入れてあるから別に関係なく、そんなに意識もせずにこのテープでまた止めてあげる。こんな感じ。しっかり密着をねさせて、ああいい感じのパイピングですな。ここはちょっと浮いちゃったけど、まあいいでしょう。できたよ。でそうしたら、これをこのホースをこっちからこう通して上げて、ここにさっき言った刺さんのかって言ったところね、今刺しまし刺しまし刺しまし、奥まで刺したい、もっと奥まで、ふう、いっていい、刺しました、できた、ステージ19完了です。こんな感じ。こいつはまだ自由状態ですね。できたよ。いやいいね、すごいね。ちょっとここ緩い、こっちは硬いけどこっち、まあ別にいいか、どうせ羽ハンドルで動くようになると思うので。でそうしましたら次20ですね、そちらを準備しますんで一旦カメラ止めます。そう、それでは続きをやっていこうと思います。20ですね、ステージ20をやっていこうと思います。まあちょっとなんとなくお分かりいただけると思いますけど、日をかなりまたいでおります。よいしょ。ステージ20でネジが結構多いですね。ちょっと一旦これは避けておいて、中身はこんな感じなんですけど、こんな感じといっても中身が結構多いですね。あ、テープで止まってた。はい、まあワッシャーとならないように気をつけながら、あ、ワッシャーとはならんけど買ったナイフが飛んでた。危ない危ない。でこんな感じですね。で今度はステアリングリンケージというところですね。どうやってこうと思ったけど、とりあえずはこいつかな。これをこう見て何かを刺す、モーターを刺す、これか、モーターって。ちょっと非常にというほど取りにくい、これだね。でこれはモーターだそうです。こう見ての刺さるようにしか刺さらないってわけではないので、ちょっと怖い感じはしますけど、あ、上逆、全く真逆に刺してこうか、こうですね。でこちらシリンダー、このシリンダーをこう見て、こうちょっと斜めな感じですね。でここのぼっちが出ている方を上にしてこうつけますよという感じです。こんな感じ。本当になんかちょっと若干違う気もしないこともないんだけど、まあいいや。で GP のネジで止める。 GP のネジは2個入っているので、1個は余りとして、余りじゃない、予備として考えて1個使います。これはもう OK、 しまっておこう。で今言ったここの部分にこれを差し入の、そしてこれをこっち向きに刺す、刺さらない、ですね。いった、気をつけてね皆さんね、私のようにならないようにね、持ち方ですね、何でも。でこのように刺します。そうするとこうなります。これでいいのかな、ちょっと斜めってるすぎる気がするけど、こんなもんか。でここからこれか、
これですね、AM のネジを用意しますよと。AM のネジ。よっと。AM のネジで止めるんだけど、どっち向き？多分、こう見て、これ向きあるのかな、わかんねえな。ここでいいか、とりあえず。こっちで合ってるのかな。ちょっと画像を大きくして。あ、下で合ってた。やっぱこういう時って PDF っていいよな。冊子だったりすると、拡大しようにも見えないものは見えないからな。PDF 最高。はい、縮小で、そうしたらこういう状態になってて、そこからこれも LR と R みたいですね。 R 印とかなんかどっかにあるらしいんですけど、あった、 R 印、これここにあるんですね、 R 印が。これをこれもまたちょっと拡大、こう向きか、こう向きだから、いや、もっと拡大、あ、逆か、こう向きか、こう向きにこう見てここにこうつけるよと。で、 MM のネジで止める。やっぱいいわ PDF。 なんかよく見えねえんだけどっていうのも、やっぱりそういったところも完全にカバーできるわ。写真の組み立て書になってるので、組み立て図になってるので、あの、絵だったりするとね、また逆に見づらかったりするとこともたまにあったりもしちゃうんですけれど、これならよっぽど大丈夫だね。そんなにね、なんだろう、めちゃくちゃ綺麗な写真ってわけじゃないんですけど、別に組み立てるのに問題ないぐらい。もうこれね、アグラモデルズさんのホームページ行けば、誰でも組み立て書見ることができますんでね。一度見てもらっても、ああ、なるほどっていう感じが伝わるかなと思います。ギュッ。プルプルプル。そう、確か前回なんかもう手が痛いとか言ってて言いとったんだよな。ちょっとね、他の、件で結構、頑張っちゃったことがあったんで、それでこれをまたこう見ての、こうか、そうか、 PDF これ見るとわかるんですけど、ちゃんとこの辺にありますよみたいな指示がちゃんとあるわ。素晴らしいね。で、入れる。手刺さないようにね。よいしょ。そしたら縮小。ん？これもなんか LR の印があるんだね。あ、これ L だ。L。L をこう見てのこの鍵状の方をこっちにしてここに刺すよと。あ、でここに刺すんだ。なるほど。刺してここも刺してか。あ、ちょっと難しい。そうだね。先にこっちを刺しちゃっていいのかな。ちょっとだけ刺しておく。あ、刺さった。問題なくいけた。で、これを下の方のここにもぐさりと。で、こっちももっと切れ。あー、なんか折ってしまいそうで。あ、折れた。こっちは多分もうこれ、こっちがもっと入りそうで入らないんだな。あ、折れる。なんでこんなに硬い？いや、絶対折れる。もっと絵的にはもっとまっすぐな感じになってるんだけど、やり方が悪いかな。なんならもっとスカスカにして接着剤で止めてもいいような感じがするんだけどな。
あの接着剤でね止めるようにすればスカッと奥までいけると思うんだけど、でこいつをここに入れてスカッと、こんな感じ。あ、でも絵的にもこんな感じになってるか。こんな感じだね。OK。で、で、前回組み立てたものにこれをつけていくよと。前回のこちらですね。これを、こう、こう、じゃないな。こうだな。こう見ての、ここに、こうつけると。これを DM のネジで止める。DM 大好きだね。DM が、DM のネジ。これを、ここに、ドン。ねえ。持ち方。よっ。うん、いや、ゆるい。しっかりがっつり締めておかないとね、あとでどうなるかわかんないんで。あ、がっつりついた。よし。で、そしたら作ったこちらですね。これは MM のネジで止めますよってなってるんで、NM か。あ、違う、MM だ。これだ。これ邪魔だね。MM のネジを。2本用意ですね。用意してこう見てのこれをこうしてこうつける。あ、でこれをここにこういくわけだ。へえ。へえ。あ、そっか、こう動くもんね。でこうね。ああ、なるほどね。でここ閉めるよと。ここもこんな感じでこう閉める。で一応ネジをしっかり止めておきましょう。ちょっと力の入れるポイントが難しいんですが、指にまた刺さないように気をつけながら。なんか結構硬いな。後ろの穴が貫通穴にはなってないんで。こっちもうちょっと入りそうだな。さっきの手刺したのがちょっと怖く、若干怖い。もうこれじゃやめとこう。まあ、別にこれはね、こうやって体がこういうふうに、こういう感じで動くんですね、こう。リアルだね、こういうのとかね。そうしましたら、あ、これでここの NM のこのネジで止めるわけね。なるほどね。なんかあっちゅう間にネジがどんどん減っていくな。これはちっちゃいドライバー。あ、これ違う。ほいほいほい。これも隙間が、今度ドライバーが小さいから刺さるときはグザッと刺さるぞ。気をつけないといけないぞ。
いね。で、そうしましたら他の部品。このシルバーのこの棒と、こちらですね。これを EP のネジで留めろ。なんか外で誰か叫んでます。誰だろう。はい。EP のネジ。これで、これをキードライバーの方がいいな。あ、これじゃなくて、そうだよ。さっきこの前準備したこれがあった。これを、こう向きにしての、これを、この中に突っ込んで、ここで締めるよと。この動画一体いつアップされるんだろうか。あ、そうしたら出た、でかいの。あ、もうこれ今回のパーツこれでなくなった。何もなし。これ、あ、樹脂だ。金属かなと思ってた。で、これを、ちょっと、また拡大ができるっていいね。こっち向き、こう向きでした。にして、ここを、このように、こうか。このように付けて、HP のネジで締めるよ。これはちょっと小さそうだな。で、樹脂に取り付けるんで、そんなに力を入れずに、スイスイスイと締めれるんではないか。おい、あんまりカット締めちゃうとね、割れてしまうといけないんで、この辺にしておこう。はい、できた、できた。あ、ページが、あ、これで終わりですね、ステージ20は。よし、ではね、21の準備してきます。はい、それではステージ21、シャーシフレームというところですね。また大きいです。まあ、こっからどん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 大きくなっていくのかな。おい。なんか、いろいろ入っているので、紐もついてた。紐っていうな。金具もついてた。よいしょ。で、無理やり剥がした。これを、今度、こっち向きので、これを、このように、つけていって、裏から DM のネジで締めていくよと。ちょっと、たくさんあるので、バサバサっと出しておいて。こっち向きですね。なんか入れづらいな。こっちの方がいいかな。これ言うてもこっち側は、これ樹脂か金属か、このブラケットみたいな。あ、ブラケットって書いてあったわ。ブラケットは金属っぽいな。ちょっと固めな感じだから、これ電動ドライバーでやった方がいいかもしれないな。数が多いと疲れる。疲れるって。いいね。やっぱりこうね、スイスイ進むのは。よし、締めていこう。黙っちゃった。
こういう時ぐらい早送りでなんとかしようかなって思ったりするんですけど、あとでね割とね編集するのがさ点点点編集するのがさまあまあ大変なの。こういう時にちょっとどうでもいい話しようか。あの動画編集する時とかここの部分だけ早送りするとか、こっからここまで早送りしてねっていうのでさ、だけどそのこっからっていうののここというポイントを出さないともちろんいけないんだよね。何分何秒、まあひどいと何分何秒そのまた下の、ね、数字みたいな、それを結構ねこう何度もっていうかそこの部分で繰り返して、ここみたいなふうに決めて、ここをスタートとして、でここまで早送り、そのここまでっていうところもまた同じように何回か見て、ここまでよしみたいなさ、そこまで早送りみたいなとかね、そういうのやったりとかあるんですよ。で一番ね それプラス悩むのがどのぐらいの倍速にしようかと。3倍5倍、意外と2倍ってそんな早くないんだよ思った以上に、基本ね5倍ぐらいギリちょうどいい、ギリってことはないか、まあギリかな、どうなのかな、なんかねそのぐらいが程よい感じがするんだよね。以前ちょっと一回やったけどさ、ちょっとはねやっぱり普通に流してほしいっていう意見をたくさんいただいたんでね、まあ嬉しかったですけどね、そのあそれいいんだとか思ってさ、じゃあ長々見るのもあれかなとか思って、まあでもやっぱりあれだよね、こうやってどういう構造になってるかとかさ知れるっていうのは、では早送りじゃ確かにねちょっと見にくいところもあるわね。あそういうところってそうなってんだみたいなね、長ったらしくても全部見せた方がねまあ確かにいい気はするんだよね。はい、ということでネジをしまう。正直ちょっともうすでに手が痛い、ほらこれ豆じゃない、これ今グッと握ってたからそうなっただけで、ちょっとねちょっと手が痛い。でネジこれまた4本、HM のネジで止めますよと。まあ、HM もこれで OK。でこれを、前回のこいつですね。の、こっちにホースが見えるから、こう切っての、これを、こっち向きか。の、こうか。ですね。こうつけますよと。くる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 っと、このコルベットがもう完結してるからさ、今これ作ってるのってもう完結してるやつを作ってるんだよ。だから早く完成させたい、見たい、どんなんか気になる、完成が気になる。よっと。で、これやったら、シャーシフレームにある2つのクリップの位置を確認しましょう。カタカタしない？カタカタしない。OK。クリップの位置。ちょっと待ってね。それをここを閉めてからでいいはずだ。硬いけどまだ入る。限界。高級ドライバーセットとかちょっと欲しくなるな。どんなんなのかな。あんまりプラモデルがメインだったからさ、使うことないんだけど。クリップ、あ、これか。これとこれね。はいはいはい。お？あ、さっきのこの線？こうやって押し込むだけ。だけどこれ押し込んだよもさ、これどのタイミングどのぐらいで長さで切るかとかわかんないじゃん。差し込むところとか特にないね。押し込みますで終わってる。よし、これで21が終わりですね。ということで今度は22のね準備しますんで一旦止めます。はい、22です。コックピットフロアハンドブレーキケーブルというふうになっております。今のがじゃあハンドブレーキ、ハンド
ブレーキケーブルなんか、そこまで再現する？これですね。お、ああ、カメラ当たった。ほい。で、この中にこんなのが入ってますよと。これですね。はい。で、今、組んだのに、この、ちょっと待って、こっち側の向きにしての、ちょっとこれ邪魔。向きにしての、ここに、バネ。ちょっと変わった形のバネですね。これの、こう向き、なんかこれね、向き見ての通り、こういう形してるんで、向きがあるので、これを、ここに引っ掛ける。とりあえず。あ、引っ掛かった。うまいこと引っ掛かった。だけど、うん、これでいい。引っ掛けます。こっち側はちょっとまだ遊んだ状態だね。で、そうしたら、これ落ちんか？落ちないんだ。ひっくり返して、コックピットフロアをシャーシフレームにセットします。こんな、おお、スポンと入った。うん、動かない。で、そしたら IP のネジで止めるよと。これ4箇所ですね、こちら。これを裏から締めるよと。裏から入れる。1、2、3、4箇所ですね。で、そうしたら、さっきのバネ落ちてない？大丈夫？ああ、まだ生き残ってる。よし、OK。裏返しの、あ、この方がスイッチがあるわ。これを、ここ。うん、フロアは、樹脂なんで、割と簡単にネジが締まる。だけど、今思ったんだけど、やっぱりこの線ってさ、ちょっと、ああ、いいか。なんでもない。早とちりでした。ほいほい、ほいほい。なんかあんまりやるとこのネジが落としてしまいそうで怖いんだが。ね、これ、フロアをつけることによって、ちゃんと引っかかって抜けなくなるとかだったらいいんだけど、なんかここまた、ポロってして落とすと、ちょっとめんどくせえんじゃねえかな、つって。予感が。OK。ガタガタしない？ガタガタしないね。OK。そうしたら、この裏返した状態のまま、こちらですね。これ。変な形のもの。これを、汚れてる。まあ、いいや。これを、ここの穴にこう通して、この、引っ掛けを、この穴にこう通す。これで OK。で、ここに、ネジの IP で、IP のネジこれで止める。まあこれでネジが飛んでいくことはないので、これで OK かな。支えられた。これってでも動くのかな。書いてないな、それ。で、そうしたら、ここに、ハンドブレーキケーブルブッシング、これですね。これをはめると。ああ、そういうこと。あ、このバネは飾りなんだ。なんか、ギミックにつながるのかな、と思って。あ、落ちてた。あ、もう、
うん。うん、できたよ。OK だね。OK。見た目の、あれだね。ディテールだね、本当に。よし、これでステージ22が完了しましたと。表から見るとこんな感じですね。まだこの線の、あれだね、調整は可能ですね。よかったよかった。よし、ではステージ23をね、準備しますんで、準備します。はい、それでは23ですね。断熱シールドという風になっておりますので、こちらをやっていきましょう。おりゃ。おーりゃ。で、こちらにですね、まずこちら。カルダンジョイントをトランスミッションシャフトのコネクタにセット。これか。これを、ここにつける。で、A ピンネジで締める。またいきなり小さくなりましたよ。締める。これは特になんか向きあるのか。関係なさげだね。ここつけ。ここつけて。よっこいしょっと。で、固定しました。そしたら、これを、特に向きは関係？情け。これを、これあんまり固く締めちゃいかんかったかな。大丈夫だよね。これをここにこうし、締める。これも AP の電子。パックさんも割と全然序盤なんだけど、ボリューミーだな。動画的にはちょっとね、長くなってはしまいますけど、組み立てる側からすると結構ね、長く遊べていいかなっていう気がしますね。こんな感じ。で、こうして、そしたらこれとこれ、なんか、これを、一回どかしての、こう見て、怖い怖い怖い。ああ、いや、言うほど曲げずに入ったけどな。ほんで、そしたら、最後の AP のネジで止めるよっつって。これを、どこにある？あ、こっちか。マジで言ってる？入る？いや、ちょっときつい。ちょうどこいつの下にあるんですよ。ちょっと待って、マジで入れづらい。入らないわけじゃない。入れづらいだけ。最初に入れといてもよかったんじゃねえの？あ、でも全然問題なく入るわ。入った入った。オッケー。はい、そうしたらこちら。これを、こう見ての、また LR って書いてるんで、これが、どこに書いてある？あ、これ R って書いてる。薄っ！ R。これどっち向きとかある？なんかあるよ、向きが。こっち、このぼっちが余計についている方が、こう、あ、でも穴の大きさも違うね。なるほど。それじゃ余計にわかりやすい。で、これもこっち向きね。あれとこう。こうだね。グッと。
これはね、シャーシリインフォースメントだって。名前がよくわからん。イメージがわかん。できた。こんな感じでございます。できた。で、これで23が終わりで次24ですね。24が最後かな。よし。では、準備しますね。はい、24。エキゾーストパイプクロスビームカバーというふうになっております。やっていこう。はい、こんだけ。意外と少ない。で、これをつけていきますよと。はい。はい。はい、持ってきます、持ってきます。持ってきました。お、ちょっとね。取説通りを見てのおー、これはこう来てよくてこうか、違う気がするけど、いや合ってるよな、こうだよな、あちゃんと入ってなかったね、あ入った入ってた、でこれもこう見くくとこう顔を見てこうですね、おっきい、ほら入った。で、DM の認識ですね。これで。そして。動いちゃった。いいのか。なんかここ浮くな。でも後でどの道抑えられるか。ん？うん。なんか浮いてんだよな。まあ、どうせこう締められるんだけどね、多分。なんか、ここの座りが悪いのかな？いや、まあいいや。どうせ固定されるだろうから。そうしましたら、これですね。これで、こう蓋をするけど、ちょっと待って、これもなんかこう切り欠きみたいな。ああ、この向きで合ってる。こういう風に。ああ、この向きしか使わんわ。で、きっとここネジで止めるんだろうな。こんな感じで。よし、OK。で、これで24のエキゾーストパイプが終わりましたよ。というか、まあ24というよりパック3がこれで終わった感じですね。パック3終わってね。よし、どうでしょうか。こんな感じで。まあちょっとこれまだね、ついてないですけれど。こんな感じになりました。ここまで進みましたよ。いいね、かっこいいね。こういうのって結構さ、サムネのことを考えてこうやってやらないと。これでいいかな？こんな感じ。よし。ということでですね、またね、どんどんね、進めていこうかなと思いますので、また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で。ではまた。